こんばんは、新人アナウンサーの道手です。ここからは県内のニュースをお伝えいたします。秋の味覚を収穫です。私立ジュベナイル小学校の3年生92人が最高級のさつまいも紅はるかの収穫を体験しました。実際に焼き芋にして食べた児童からは、焼き芋は庶民の食べ物だと思っていた、だけど最高級のさつまいも紅はるかを使用することで素材の良さ、糖度の高さを感じることができたと話していました。なお余ったさつまいもは各々持ち帰り、バーヤにスイートポテトにしてもらうとのことです。次のニュースです。文化の秋絵画コンクールで、私立ジュベナイル小学校の1年生城ヶ崎光くんの作品、銀杏を拾う熟女が見事特選に入賞しました。城ヶ崎くんは上には美しい紅葉の光景が広がっているのに、地面ばっかり見て銀杏を拾っている、異様な光景が広がっていた。鼻をつく匂いを我慢しながら一生懸命描いたと話していました。こちらの作品は県庁で今月いっぱい展示される予定です。CM の後はスポーツです。エリー君、県内のトップニュースおかしくない？なんかもっと事件とか事故とかなかったの？なかったの？平和でよかったね。たださ、なんていうか、さっきから同じ私立の小学校の話題でなんか取材範囲が狭いっていう か、 なんか学校だより。ぶっちゃけこのテレビ局と私立ジュベナイル小学校はめちゃめちゃ癒着してる。なんならこの番組のプロデューサーもご子息が通ってる。大体分かった、あと頑張る。スポーツです。グラウンドが改修工事中のサッカー県一部リーグ山本フィリーズが、より良い設備を備えている私立ジュベナイル小学校のグラウンドを利用して練習を再開しました。チームのキャプテンを務める鈴木選手は、普段利用している施設より設備が整っていて驚いた、スポーツドリンクがマーライオンから出てくるとは思わなかったと興奮気味に語っておりました。なお山本フィリーズの新グラウンドには、マーライオンは設置されないとのことです。明日の天気です。明日は県内全域で雨となるでしょう。ここでリクエスト天気予報のコーナーです。私立ジュベナイル小学校の6年生道明寺くんより、明日から3泊4日でハワイへ修学旅行に行きます。3日目のパラセーリングが楽しみなので、ホノルルの天気を教えてくださいとのことです。それでは明日以降のハワイの天気です。皆さんの普段の行いが良いからですかね、晴れマークが並んでいます。もう1通来ています。公立小学校6年生ペンネーム白子隊くんより、明日から修学旅行に行くので会津の天気を教えてください。だいたい宮城と一緒です。雨です。木刀はびちゃびちゃにして持って帰ってきてください。雨です。県内のニュース、明日の特集は、私立ジュベナイル小学校4年1組が30人31脚で優勝するまでの奇跡をお届けします。それでは私立ジュベナイル小学校の屋上カメラの映像でお別れです。それでは
夜はこの辺りで失礼いたします。はあ、金の力怖っ。